後半の10分になろうとしています。あと川端が粘ってる、マイボールした、川端左足決まった、ジュビロ3点目、川端今日2点目、今日はジュビロの2トップが止まらない、ガンバに対して3対0、後半10分、川端が大きな大きな3点目を決めました。ここもですね1対1になってるんですよね、センターバックの距離感もやはりちょっと距離がありますし、ですのでカウンターを本当に受けやすい、まあ、ポジションになってますよね、ガンバの方がね。川辺からのキック、そして